はい、じゃはい、ということでエピックセブン今回はモラゴラについてちょっとお話していこうかと思います。では参りましょう、スタート。はい、ということで先週アップデート終わりでちょっとね更新内容を眺めていたんですけど、こちらの方ちょっとね見させていただきます。スキルポイントシステムの実装なんじゃそれと思っていたんですけど、英雄の信頼度をアップさせることでスキル強化に使用できるスキルポイントを獲得できるシステムが実装されます。もう実装されておりますね。はい、実際に、信頼度ランクが、最高10までありますよね。10まで行くとなんとこのスキルポイント報酬で、3獲得できるという形になっております。スキルポイント獲得方法、獲得時レアリティが星4以上の信頼度が信頼度10を達成した後、スキル強化画面に、まあ、移った場合スキルポイントを3つ獲得できますと。スキルポイントはモラゴラ1個分としてスキル強化に使用することができます。信頼度10を達成した英雄のスキル強化段階が最大になった時、余ったスキルポイントはモラゴラに変換されますという形になっておりますと。この星4以上は限定、星3ではなく星4以上の英雄が限定、しかも一番初めから星4以上のキャラクターが限定です。それは僕モンモが今現状星6になってるけど、そこで信頼度が10になったからといってモンモが10になっていたところでこのスキルポイントっていうのは手に入ることができません。ですね、このスキルポイント3っていうものなんですが、これってモラゴラ1個分としてスキル強化に使うことができるということはですよ、星4のキャラクター以上のものに関して言ったら、信頼度を10まで持っていくことによってモラゴラ3つは使わないでおくという戦法が成り立つのかな。そうしたら節約できるんだよね。例えばですよ、ちょっと言ってみましょうか。自分のキャラクターの中でちょっとね、さっき1回ねカイン、血拳のカイン開けちゃったらそれなっちゃったんですよ。映像がちょっとこちらにポンって出てたらモラゴラ3つもらえた状態になりました。信頼度がこれ10になってるんですよね。でまだ他に10になっているのがこちらか、モンモか。こちら例えばスキル強化とか入っても僕が邪魔ですのでちょっとパカって消えますけど、ですね、後ろ見るとスキルポイントっていう枠がありません。これをちょっとカリンの方を見ていきますとスキルポイントっていうものが見えますと。こちらですね、ハートのものスキルポイント、信頼度10を達成した時にもらえるスキル教材ということですね。で、このモモに関して、モモじゃない、血拳の管理に関してはもうスキル全部上げちゃう状態になっていたのでモラゴラ3つに変換してタダでいただくことができましたよと。あと他に僕の場合だと信頼度10までいってるのはモモと2人なんですよね。近いのはベローナが9であとちょっとでたまる。で、スキルも解放しちゃってるからおそらくスキルポイントではなくモラゴラが手に入るんじゃないかと思われます。多分ですけど、これもしですよ、スキルを全開放していない状況下においてスキルポイントを手に入れた場合、ちょっとこれベローナだと分かりづらいから別のキャラクターに行きますね。キセ DZ って全部スキル強化したのかな。あ、例えばここがいいや。僕 DZ ほとんど上げてるんですけど、唯一上げてなかったのはこの1のスキルの5、モラゴラ5と、今ねちょっとこの欲望の綱というのが2個が手に入れるのは非常に難しかったんですけど、今手に入れてる状況でスキル強化したら終わってしまうって言ったら終わってしまう。例えばですよ、で DZ の信頼度を見ていくと9まで来てるんですよ。9まで。で、今後も闘技場で使っても信頼度が入るということになっているので、まあちょこちょこと使いつつ周回するにもディズを入れていったら、まあ10まで、まあ時間はかかるけどね、うん、行く可能性は多いという感じでしょうかね。そうなるとペットでも欲しいよね。信頼度を上げるペットなんていずれ出てほしいね。うん、いるとね。で、スキル強化で例えばこれが10に先に行った場合スキルポイントがいただける10、3で、これをもらった後このプラス5をじゃあ
ちょっと上げてみろかと思った時にはモラゴラの消費が2、そしてスキルポイントが3でいけるっていう意味合いでいいんだよね、きっとね。これは結構でかいよね。特に、うん、まあ今ちょっとモラゴラ33まで結構溜まってるったら溜まってるんですけど、まあ今上げちゃったら5を消費します。5を消費したら残り28のモラゴラでもスキルポイントが3余りますよ。でその後の話、例えばですよ、多分これなんかすごいいいシステムでやってくれたんですけど、初めにもう今これが実装される前にもうスキル全部開けちゃっててスキルポイント使えなかったよっていう風な、意見が出ないように、多分ね全部開放したしてしまって信頼度も10になっているキャラにはモラゴラで変えてくれるっていうのはすごいいいシステムだと思うんですけど、このスキルポイントが例えばカリンで、例えばちょっと戻しますね、分かりづらくなっちゃうから僕が言いたかったことが例えば先にモラゴラ5を使って解放してしまったらスキルポイントはもらえる、3もらえます。その3をじゃあちょっと開けてない規制のスキル強化してみようかこっちにっていう時には、このスキルポイントがこっちで使えるという原理なのかな。となるとでも一応該当英雄のスキルを強化する時って書いてあるよね。となると汎用性のあるモラゴラでしてもらった方がいいかもしれないね。うん、これがだから該当、つまり先ほど DT でもらったものを規制でもらえるのかどうなのかっていうのは非常に気になるんですよね。そうだよねだから怖い、非常に怖い。失敗すると DZ の例えばスキル強化をモラゴラ5を使ってしまった、で信頼度がまだちょうど9のところとなると、これ5に上げちゃった瞬間にスキルポイントが3入ってこねえのか。そっかそっか、あ、そういうシステムか。俺今までの言ってたこと何でも意味なかったね。うん、ごめんなさいごめんなさい。つまり5を使いました、でもこのスキルポイント自体が信頼度10まで達成しなければ意味がないってことは、先に開けても後に開けても一緒ということですよね。そういうことか。つまりこの赤で、あと今手持ちがもうモラゴラにしかないから信頼度を10まで上げるぞってなった場合、これがいただけてここを開けるパターンと、今現状5あるから5を開けちゃっても、残り、その後信頼度10まで上げちゃって、解放してもモラゴラ3として今度はいただくことができる、全スキル解放になっているから。そうか、だから後からやっても今上げちゃってもどっちでもいいっていうことは、基本モラゴラとして使っちゃった方がいいっていうシステムですね。あー、なるほど、わかりました。ちょっとそこだけね、判明しておきたかったということです。だから基本的にモラゴラあるんだったらモラゴラでやる、でその後まあ信頼度を上げていくという方法。ただやっぱり信頼度を上げるには相当時間がかかるから大変かもしれないですけど、まあモラゴラ周回というよりスキルポイント周回っていうのが今後望まれるよね。特に星4のキャラクターたち、そうだね。だからビルドレッドとかもどんどん使って信頼度を10まで上げていった方がお得。もうこれもだいぶ9まで来てるからね。うん、そしたらモラゴラ使わずに3のスキルポイントをいただくことができる。でまあ何らかの形でスキル強化して上げることが可能と。3もらったらねまた結構上げられることができるしね。その代わり近々使う予定があるキャラクターをやっぱり優先的に上げていくのがベストかな、きっとね。そうじゃないとやっぱ周回にも時間かかるだろうしね。極力使ってない星5とかはこれで1回信頼度10まで持ってくっていう形にしておくのが一番ベストじゃないかなと思います。はい、ということで本当はお手紙1通ね読みたいと思っていたんですけど、めちゃくちゃモラゴラの話が長くなってしまったので、今回の回は大変申し訳ない。
モランゴラだけのトークで終わりたいかと思います。ですね、1つだけちょっと短い文面ありますね。こちらだけ読ませていただきましょうか。昨日ね、アラミンタが手に入ったということでちょっとお手紙くれていただきます。マナタンクさんからです。ポズです。アラミンタさんは弱くはないのですが、今のジンさんの手持ちだと要望だと、まあ手持ちの要望だと鍛えてもいまいちかなととりあえず50にしておく程度で良いかと思いますと。ルリちゃんは確かに便利なんですけどねと。イセリアさんがいないと足の遅さか、イセリアさんがいれば問題なし、2人とも即星6にして問題ないのですかと。バフキャラが欲しくてイセリアなしのルリを使うなら絆愛親分をおすすめしておきます。親分のバフ性能はかなり高いですということで、確かにね、僕ね、絆愛忘れてましたね、はっきり言って。補修の状態で倉庫に眠らせておきました。ただ周回の時にレベルだけ上げようかなと思って、ほとんど7人ぐらいゲットできているのが5人ぐらいレベルマックスになっております。はい、補修の状態でね。うん、ということなので、絆愛か、ちょっと能力再び見直して育ててみようかなとちょっと考えております。はい、ということで本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッチョクチャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ、ありがとうございました。